どうも、おじゃです。今回は2022年4月15日に公開されるハロウィンの花嫁のストーリー展開を考察していきたいと思います。このチャンネルでは名探偵コナンの最新情報や考察感想などをしていますので、もし興味があればチャンネル登録高評価をお願いします。最初に毎年公開されるオープニングがあるじゃないですか。それも楽しみなんですよね。ドキドキしながら待つあの感じ、あと主題歌や映画の最後の予告も気になりますね。まあ、それは置いといて、まず東京がハロウィンで盛り上がっていて人もいっぱいいるわけですよ。そんな中、渋谷のヒカリエというでかいビルの中のイベントホールか何かで高木と佐藤の結婚式があってて、そこにはコナンやラン、少年探偵団、警視庁組もいると思うんですけど、そこに安室や風見たちはいない可能性がありますよね。で、これから高木の念願の誓いのキスの直前で、あらすじには乱入してきた暴漢が襲いかかって佐藤の目の前に死神が見えると書いてあるってことは、松田が殉職した時の出来事を思い出すぐらいのことだと思うので、3年前に連続爆破事件を起こし脱獄した犯人か仮想爆弾犯か、その仲間が爆弾を使って高木に怪我を負わせるのかどうなんでしょうか。そして特報にもあったんですけど、犯人たちが高木と千葉を拘束しているシーンがあって、そこで佐藤刑事がお迎えに行く形でやってくるんじゃないでしょうか。あと3年前の爆破事件を起こした犯人が脱獄したって言ったんですけど、どうやって脱獄したかも気になりますよね。おそらく仮想爆弾犯とグルだと思うので、助け合いながら脱獄したと思うんですが、どんだけ警察を憎んでるんですかね。さらに安室がそのグルの一人の脱獄野郎を追い詰めるんですが、しかし謎の仮想人物によって安室は首輪の爆弾をつけられるわけなんですけど、そこで謎なのが2つあって、1つはどうやってあの人間卒業レベルの相手に爆弾をつけることに成功したのかということと、もう1つはなぜ殺さずに首輪爆弾をつけたのかなんですけど、複数係で1人の安室に襲いかかったのか、安室をも上回る相手なのかわかんないんですけど、安室に首輪爆弾をつけることによって、前回の松田のように安室はみんなの人質になっているかもしれないですね。そしてコナンたちは安室の首輪爆弾を取り払うため地下シェルターへ行くんですけど、おそらく特報で最後の方に映ってた安室とコナンの電話シーンがそれだと思います。そこでコナンは警察学校時代の5人が3年前に仮想爆弾犯、通称プラーミャの事件の内容を聞くわけなんですけど、そこで萩原の上についていた2つの天使の輪っかの謎や警察学校組の新たな過去が回想シーンとして明らかになるはずですが、先ほど出てきたプラーミャが主に計画してこのハロウィンの日に何かをやらかそうぜってことで、松田を殉職させた犯人を脱獄させたと予想しています。コメントを読んでいたらおってなったコメントを見つけたので紹介させていただくんですが、特報で安室と風見が爆弾で飛ばされるシーンがあるじゃないですか。その爆弾の中に人影がいて、その人が脱獄した犯人でプラーミャに利用されて殺されるんじゃないかという文を見つけて、普通にありそうですよね。今回の映画はおっちゃんや灰原が車にひかれそうになるシーンもあるように、結構特大な事件になってきそうな気がします。という感じで結構喋ったんですけど、この映画が公開されるまでのドキドキと様々な人の推理や考察祭りで最高ですね。喋りすぎるとキリがないんで、この辺で失礼いたします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。